そうですね。はい、で葉月選手は T シャツから書いてくださいました。はい、びっくりしました。何を書いてるのかなと思ったら、葉月の H を書き始めたのかなと思ったら、ちょっとでも大きすぎるなと思って、こっちに伸びてたから、え、何何どんな T シャツでしたね。T シャツでした。はい、ありがとうございます。びっくりしました。ありがとうございます。はい、それでは裏面もお願いします。はい、サインの方も。じゃん。サイン、サイン、サイン、サイン。中上選手は何て書かれたんですか？あ、滝力と、あの大都会岐阜です。岐阜を誇りに持っておられます。そうですね。素晴らしいです。いいところですね。はい、書いてみてどうですか？ちょっとなんか自分の絵心のなさにちょっとびっくりしました。でも上手ですよね。さっきのカーブ坊やも一番でしたしね。上手ですよ。はい、田中選手。僕は絵が下手なんですけど、はい、いつもよりうまく描けたかなと思います。お上手ですよね。結構上出来かなと思います。、はい、ダイナミックに、はい、大胆に描いてもらってね、ありがとうございます。ではこちらも、そうですね、後の抽選会に回したいと思います。はい、はい、皆さんこれが当たるといいですね。欲しい方、惜しいですよね。もう世界に一つしかない。何か付け加えますか？メッセージが付け加わってます。ハートが加わりました。はい、この後は皆さんお待ちかねの抽選会になります。皆さん抽選券の準備はいいですか？お持ちされてますかね？はい、お手元に準備をお願いします。